皆さんどうも、今回は J1 第15節、サンフレッチェ広島対湘南ベルマールについて話していきます。今回はサンフレッチェ広島の意識が変わって良くなった点と、なぜあんなに中盤が空いてしまったのかっていうことについてを話していきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。 では早速やっていきましょう当然この試合はタチ選手が退場して数的優位の状態で戦える時間が長かったんでボールを持てるようにはなっていましたそのボールを持っていく中での意識がかなり変わったかなと思いますベンカリファー選手がこの試合入っていたんでベンカリファー選手がいることによって で受けれる恩恵っていうのは本当に大きいなと改めて感じました。まあ、その恩恵はどこにあるのかっていうと、やっぱりこの横の動きをしていく中で相手を引っ張り出しといて、まあ、ここの背後をついていけるっていう形です。だから、この試合は森島選手だったり、エゼキエル選手の。こういうランニングは？ 本当に多くなっていましたし、柏選手だったり、茶島選手が下がった際の背後の取り方っていうのはかなり整理されたんじゃないかなと思います。まあ、整理されたというか、もともとあった方法なんですけど、それを再確認できた試合だったんじゃないかなと思いました。まあ、もちろん、柏選手だったり、茶島選手が背後へのランニングを加えることもありましたし、その場合は森島選手がこういうふうに外側に流れて、入れ替わりを行いながら進んでいくんですけど、まあ、ここの入れ替わりを行った際の、 やっぱりベンカリファー選手のここに縦の作り方っていうのは本当に良くてこれがあるからこそ森島選手、柏選手、まあ、セカンドトップとウィングバックの選手が入れ替わりながら背後を取っていくっていうことができるようになっていたんじゃないかなと思いました、まあ、改めてやっぱベンカリファー選手がいることによってのリンクプレーの作り方と、まあ、背後の作り方 ベンカリファー選手個人で他の選手にスペースを与えていくっていうのは本当にとんでもない能力を持っているなと思います。サンフレッチェ広島において確実に必要な選手ですし、キーマンの一人だなと改めて感じる一戦でした。で、タチ選手が退場してからの 形になるんですけどまあ、湘南ベルマーレは4-3-2の形で戦っていますそうするとやっぱり空いてくるのはここのスペースになるんですけどまあ、ここのスペースをサンフレッジ広島はうまく使っていって攻撃を仕掛けていましたまあ、どのように仕掛けていたかっていうとやっぱり背後を使っていく中で茶島選手だったり柏選手まあ、こっちだったら佐々木選手になるんですけどここの3センターの外側をうまく使いながらそこを起点にしながら攻撃を仕掛けていきますじゃあ例えばですけど 田島選手がここでボールを持った時にえっと森島選手、江崎優選手、松本選手、ベンカリファー選手と、まあ、前向きの選手を4人揃えつつ、ここから攻撃を仕掛けていきます。まあ、もちろん森島選手がここにいるんで、江崎優選手が抜け出した際の松本選手も抜け出しっていうのもありましたし。 森島選手が受けてそのままベンカリファー選手へ入れていくっていう形もありましたしこの茶島選手のワンツーで茶島選手が内側に入っていくっていう形もありましたでこちら側から作っていく中で逆サイドに展開した時っていうのはやっぱり湘南ベルマール全体をボールサイドに寄せているんで 柏選手がボールを持った際に、ここから単独で仕掛けて、クロスを上げていくことがかなり多くなっていました。で、ここのクロスを送る先っていうのも、本当に良くなったというか、意識を変えたかなっていうのが僕の印象です。まあ、どのように意識を変えたかっていうと、逆サイドにボールを展開した時に、ショナンベルマーレの守備のベクトルっていうのは、こっち側に、ボールサイド側になるんですけど、まあ、このボールサイド側になった時に、柏選手が持ち直して、利き足で ここにボールを入れることが多くなっていました。まあ、この試合はかなりファーサイドへ送ることが多くなっていて、ベンカレファー選手の決定機2回もそうですし、後半の柴崎選手の決定機もそうですし、まあ、明確にここに多く送ることって、そのままシュートを打つのか、折り返してシュートを打つのかっていう形がめちゃめちゃ多くなっていたんじゃないかなと思います。 で、これを繰り返していくことで、やっぱりベクトルをひっくり返しつつ、なおかつ相手の目線を入れ替えるというか、切ることができるんで、ベンカリファー選手だったりが大外で、 受け入れることが多くなっていたんじゃないかなと思います。まあ、これはかなりいい工夫だと思いますし、この工夫を繰り返していくことで、簡単に跳ね返されるっていうことは少なくなったんじゃないかなと思いました。で、これを繰り返していくと、やっぱり、湘南ベルマーレの守備の意識が、やっぱ全体を守りたいってなるんで、ここのディフェンスラインが広がってくることがあります。で、この広がってきた先で、ここを取るっていうのも、本当に多くなっていて、 で森島選手なんかが、えっと、空間の認知をしながらここにボールを落とすことが多くなっていて、まあ、ここも本当に良かったんじゃないかなと思います。これも調子が悪い時はなかったプレーでここからセンターにクロスを上げるっていうのが多かったんですけどファーサイドへ送っていくことで相手のディフェンダーを広げといてここの。 ペナカドの奥、ハーフスペースの奥を取れるように、えっと、なっていたのは本当に良かったんじゃないかなと思います。まとめると、この試合はサポートを作ってくれるベンカリファー選手がいることによってサイド奥を取る意識が再び芽生えたことでサイドを変えたときに柏選手がこういうふうにファーサイドへクロスを送ることが多くなったこと当然茶島選手もファーサイドへクロスを送ることが多くなったこと、まあ、ここのクロスの意識の変化 その意識の変化によるハーフスペース奥の取り方っていうのが再び再確認できたことっていうのは本当に良かったんじゃないかなと思いました。はい でこの試合の最大の課題なんですけど彼らの特徴を活かした時に起こり得る最大のデメリットっていうのがあったんじゃないかなと思います数的優位になったんですけどカウンターを食らうことっていうのは多かったですしなんでそれカウンターを食らってしまうかっていうと松本選手と川村選手が ここでとどまらずに割と背後へ抜けていくっていうのが多い選手たちなんで、どうしても二人して抜けていってしまうと、ここの中央っていうのは柄空きになってしまいます。で、この抜けていく際に背後を取る一枚のセンターハーフが平行をうまく作ってくれると、ここが柄空きにならないんですけど、二人で抜けていってしまうんで、ここの中央は柄空きになることっていうのは多くありました。二段階で、 最後を取っていくっていうのは本当に効果的ですが、まあ、どっちもとどまる意識というか平行を作るっていう意識が薄いためどうしても松本選手だったり河村選手も中に入っていくことが多いんで森島選手が受けた際に茶島選手がううワンツーを加えて松本選手が抜けていくシーンはあったんですけど。 でこの抜けていくシーンは松本選手のいい特徴なんですが、やっぱり入ってくる茶島選手が見えた際には、やっぱりここの平行を作っておいてほしいですし、松本選手が抜けるんだったら、河村選手もここでとどまってほしいなっていうのが僕の意見です。まあ、そうすると、やっぱりここで奪われた時のリスク管理というか、リスクの評価をうまくしやすいですし、まあ、ここでやっぱり前向きに受けられてしまうと、不利になるのは、やっぱサンフレッチ広島で、 こういう守備を行いながら、ショーナベルマール全体は前向きにプレイできて、サンフレは配送しなければならなくなるんで、まあ不利な状態になってしまい、そうするとやっぱ止めてしまうとカードが出やすいですし、まあここの課題っていうのは大きく見えた一戦だったんじゃないかなと思います。あと何回も何回も言いますけど、この試合は、えっと、崩しいフィニッシュワークは割と良くなっていて、だからこそ決定力っていうのは、 本当に大事だなと思いますし、ベンカルファー選手も川村選手も決めれるシーンはあったと思いますし、当然柴崎選手も2本ぐらいありましたし、そこの最後の部分っていうのは本当に詰めていかなければならない試合でした。まあ、3連敗している時とは違い、しっかりと決めきらなければならないっていうところまで持ってこれたのは良かったと思います。あともう一つがやっぱりコーナーからの得点が必要だなと思いました。コーナーキック、 10本もあったんで、この試合も。一つ決めていればもっともっと試合を進めれたと思いますし、決めきれる場面っていうのもあったんで、ここのセットプレイの改善っていうのも必要なんじゃないかなと思います。はい。まあ、何はともあれ、ターンオーバーをしながら勝ち切ったってことは本当に でかいと思いますし、ここで連敗を止めれたのは、これから連戦がまだ続くんで、よかったと思いますで。今まで出てない選手だったり、ベテラン勢がしっかりとここで活躍してくれた、インパクトを残してくれたっていうのは、チームとして底上げになりますし、安心して、誰が出てもしっかりと戦えるような選手層になったなと思います。本当にベテラン勢には頭が上がりませんし、彼らがいる安心感っていうのは、めちゃめちゃ大きかったなと思います。 はい。で、やっぱり青山選手がベンチにいると、その雰囲気っていうのは違いましたし、ボケスタジアムにいたんですけど、やっぱその雰囲気っていうのはこっち側にも伝わってきましたし、青山選手はやっぱり偉大なんだなと再認識する試合でもありました。はい。まあ何はともあれ、再びドーグラスビエラ選手が決めてくれて、連敗をストップすることができたんで、もう一度課題を確認して、そこを修正しつつ、連勝できていけたらなと思います。 はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこのあたりで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。